ラモンマグサイサイイ・デルフィエロはフィリピンの政治家。第7代フィリピン共和国大統領。1957年3月の死去後に創設されたマグサイサイ賞はアジアのノーベル賞と言われる。1907年8月31日にアメリカ領フィリピンのイバに誕生した。1942年2月に日本軍がアメリカ軍をフィリピンから放築すると、 アメリカの支援を受けたゲリラ部隊に参加した。1946年7月のフィリピンの独立後は、下院国防委員長や国防大臣などのポストを歴任し、1950年代初頭に彼の指揮で共産主義系の反政府組織の福原発布を壊滅させている。こうした冷戦時代における一貫した反共主義姿勢が高い評価を受けたのを背景に、 マグサイサイは、レーモンド・スプルーアンス中フィリピン大使らの支持を取り付けて、1953年の大統領選挙に出馬した。そして11月10日の投票で再選を狙う、現職のエルピディ・オキリの大統領に大差をつけて、勝利し、同年12月30日に大統領に就任した。就任式に、民族衣装のバロンタガログで臨んだのを皮切りに、以後も、 公式の席上でこれを着用することが多かったが、これは大統領としては初めてのことだった。また、大統領府を国民の家と位置づけ、誰でも自由に中に入れる開放的なものにした。こうしたマグサイサイの指導力、政治における精錬潔白な姿勢、現実的な理想主義などが高い支持率につながり、1957年11月の 大統領選挙での再選が確実視されるようになった。1957年3月17日に遊説先のセブからマニラへの帰礎に登場した大統領専用機がエンジントラブルで墜落し、49歳で不慮の事故死を遂げた。死後に彼を記念してマグサイサイショーが創設された。マグサイサイショーとはコトバンクハットエビー公営センター毎日新聞。 1957年マグサイサイ被大統領が飛行機事故で死亡フィリピンの第7代大統領ラモンマグサイサイ大統領の乗った飛行機がセブ島山中に墜落。49歳だった。1953年の選挙で就任。アジアのノーベル賞と言われるマグサイサイ昭和大統領を記念し58年に創設された。何の日 毎日言葉2019年5月20日閲覧ありがとうございます。